部の日本に留学生として来た14人の選手。総セリフ。沼津中央高校近畿大学出身。髄膜炎という難病を乗り越えてプレー2019日か。ジョフユセフ。開志国際高校拓殖大学出身。高校2年インターハイ優勝、インサイドだけでなくアウトサイドも得意としている。ブブゲー。八王子高校拓殖大学出身。拓殖大学から NCAA ディビジョン1のルイジアナ大学へ進学し退職の経歴。サンズ&レ。沼津中央高校強化産業大学出身。大学時代は関西だけでなく全国でも大暴れ YouTube があって動画が数本ある。イリップアブ。アレセイア湘南高校選手大学出身。2016年選手が選ぶ大学バスケナンバーワンセンター、2019インカレ準優勝。ガンドリブオドバヤル。明徳義塾高校九州上陸大学出身。練習生から本契約を勝ち取った選手、唯一のモンゴル出身選手。日本を愛してくれた留学生たちが B リーグで活躍する姿を見たい。